阪神5311系電車は、阪神電気鉄道が所有していた、各駅停車用の通勤系電車である。普通運用の4連貨に伴い、一両走行が可能な増結用車両を増強するため、1968年から1969年に、かけて4両が製造された。1967年11月12日に、実施された。 阪神の新設軌道各線の河川電圧の直流6 0 0トから直流1 5 0 0トへの昇圧、翌1968年4月7日の神戸高速鉄道開業に伴う、同社東西線及び山陽電気鉄道への相互乗り入れの開始によって、阪神本線の車両運用は大きく変化した。同時に、 普通運用も朝ラッシュ時には4連運行を行うこととなり、基本編成となる2連は、昇圧後は2両固定編成となった5231系2連12本と当時最新鋭の5261系1次車2連5本を中心に、従来から2両固定で使われることが多かった。ジェットシルバーこと5201系5201から5202。 編成2連1本の計2連18編成36両で賄われるようになった。増結運用は、単車走行可能な5千0 0計2両5101計、5201計28両5151計2両の各形式合計32両が充当されていた。この時点では、基本編成の方が、増結者より4両多く、増結者各形式は、 基本編成に充当されることもあり、その運用数によっては増結者の数が不足する恐れがあった。このため、5 2 6 1系一時車をベースに、単車走行可能な車両を投入することとなり、本形式が製造されることとなった。1968年12月から1969年2月にかけて、単車で、 走行可能な1 5 0 0ト用車両として4両が製造された。製造所は向川車両工業である。また、本形式も5 2 6 1系1自社同様、製造時期や車体形状などからジェットカー第二世代と呼ばれることもある。火災事故対策の強化のため、阪神で初の AA 基準を採用し、以後の車両にも適用された。 車体は 5261K1 自社に類似した経済設計車体である。車体裾の R がなく前面は切り妻であるが、前面の雨どいが7861、蛍光汽車と同様の埋め込み式になった。パンタグラフは全車運転台側に一機搭載され、屋根上には 5261K1 自社と同じグローブ型通風機を搭載していた。また、 5261型と同じく屋根の R が 300mm と小さく、幕板の幅も広いことから多形式と並結されると高さに差異が出るため凹凸がよく目立った。座席は多形式同様ロングシートであるが、車内の化粧板は若葉色を基調とする格子状模様入りのアルミデコラになり、以後8000系統状までの標準仕様となった。 台車は 5261K1 自社と同様に、住友金属工業 FS-343 を装着し、駆動装置も、中空軸平行カルダンを採用した。歯車比も74、13で変更はなく、主電動機も 5231K 以来の出力 75kW の東洋電気製造製の TDK-814B を4機搭載する。 制御方式は抵抗制御、主制御機は、単車走行可能な 1C4M 方式で、東芝製 MM-19C を搭載した。ブレーキは発電ブレーキ併用の電磁直通ブレーキで、ある。軌道加速度及び減速度も、試作車以来の軌道加速度時速 4.5km、S、減速度時速 5.0km、S を維持しているほか、昇圧後の登場のため、 当初から1500ボルト専用車として製造されている。本形式の導入によって、朝ラッシュ時4両編成、データイム及び、夕ラッシュ時3両編成、夜間は2両編成で運行するという、阪神本線における1970年代の普通運用が確立された。主な運用パターンは、4連で、ラッシュ運用に充当後、甘がさないしは、見陰で1両開放。 ユーラッシュ終了後、再び、天ヶ崎内市見陰で一両開放して二両編成で、終電まで運行した。入庫後、再び翌日の運用に備えて、車庫内で四両編成を組んだほか、早朝二連で出庫して、今度は、天ヶ崎内市見陰で二両増結ラッシュ運用に充当されることもあり、あるいは増結車で三連を蘇生して、車両を交換で、再び出庫 本線及び西大阪線の運用に就くなど、基本編成と増結者を組み合わせた決めの細かい運用を実施していた。この運用形態は1977年に50001型が登場して、初期投入のジェットカー各形式の置き換えが本格化される1970年代末期まで行われ、その後は早朝深夜2両、その他の時間帯は4両といった形態に、 簡素化された。なお、入庫時は開放後単車走行で入庫したが、見陰入庫の場合、石屋川車庫まで改装していたことから、大阪側に運転台がある奇数車が入庫する場合は、連結面を前にした、推進運転で、見陰石屋川の一駅間を走行していた。1971年には、列車選別装置の設置、1980年には、 列車無線の VHF 化が実施された。1980年に入ると普通系車両の冷房化が推進されることとなったが、折からの第二次オイルショックに橋を発した、省エネルギーの機運が高まっていた。阪神においても5 1 5 1系、5 3 1 1系の冷房改造と同時に、試作的に回生ブレーキ付きの電気紙、 直波制御装置を設置することとなった。編成は二両ユニットとなり、奇数車に補助電源装置、偶数車に、主制御機が搭載された。主制御機は回生ブレーキ付き三菱電気製電気師、直波制御の CFM-108 から 15RH に、乾燥、5151K の東芝製に対して5311型は、三菱製である。 ブレーキ装置も改正ブレーキ対応の HSC-R に変更した。補助電源装置は75区場の MG である CLG-346。空気圧縮機は DH-25D から C-2000L に交換されている。冷房装置は分散式ユニットクーラーの MU-13H を6機搭載。冷房効果を高めるために補助送風機として、 ライムデリアを併設するとともに、貫通扉にドアチェック付けの引き戸を取り付けた。パンタグラフは、下枠交差式に換装した。回生ブレーキを使用するため、離線対策としてパンタグラフは各社に一機搭載する。この改造は5311から5312の編成が1980年6月12日付で、5313から5314。 の編成は1981年6月6日付で実施された。この時の改造結果が良好であったことから、1981年には、改正ブレーキ付き電気子直波制御の5 1 3 1 k 5331型が新造された。改造後の5311型は、他の普通系冷房車と同様、早朝深夜2連。 それ以外の時間は4連で運用され、4連運用時には、普通系冷房車各形式と組んで運行されていた。その後、1987年12月ダイヤ改正による、普通運用終日4連貨時には5311、型のみで大阪側から5311の5312、5313から5314で4連を、組むこととなった。 その後も大きな変化はなく、本線及び西大阪線の普通列車で使用されていた。1990年代に入ると、本形式は5 2 6 1系1自社や5151型と並んで普通系車両の中で車齢が高かったことから、当時設計が始まった普通系新車への置き換え対象となることが予定されていた。しかし、 1995年1月17日に発生した阪神、淡路大震災で本形式は被災を免れたものの、普通系車両から8両の廃車が出たことから、5500系の製造を前倒しで実施被災廃車の不足分を埋めることとなったため、本形式及び5261系一時車の5500系の早期置き換えが困難になった。その後、 復興に向かいつつあった1998年4月から1999年1月に、かけて5500系5511回5513回5515回が、増備されたことにより、本形式のうち5311から5312の2連は5261系一次車6両及び7801。 計二次車7835から7935、7936から7836とともに置き換え対象となり、1998年12月に編成概要を実施して5311から5312、5269から5270の廃車予定車で4連を、5313から5314は、 再び平結相手を失った 5131K5143 から5144と4連を組むこととなった。5311から5312は5261、K1 自社のさよなら運転翌日の3月21日付で、5261、K1 自社ともども廃車された。残った5313から5314は、 大阪方に 5131K5143.5144 を並結した4連を組み、1999年4月に約4ヶ月ぶりに運用に復帰した。並結する5143.5144は行き先表示器に普通のみを表示し、行き先表示板を併用している。阪神としては最後の行き先表示器未設置者であったが、 5550K の導入により2010年に廃車となった。2010年10月11日を最後に運用を降り立つ、同月12日付で廃車となっている。ありがとうございます。